伊予市灘町のミゼ灘屋でハッピー初回一作メイクハッピーウィズアートが開かれました。一作さんは松山市在住の書家で、自分の書を通して見てくれた人が幸せな気持ちで過ごせるよう、幸せに関する言葉やイラストなどを写真共有 SNS、インスタグラムなどで発信しています。今回初めて開催した個展では、今までにインスタグラムなどで発信してきた600点の中から、幸せにつながるメッセージなどおよそ120点が展示されました。今回の個展は、あなたが主役っていうテーマで、やらさせてもらったんですけど、毎日インスタでその幸せをテーマに、600日以上投稿してるんですが、今回その生きるってところから死ぬってところまでの、全体を作品にいろいろ表現して表させてもらってます。この作品1024プラス1っていうのが、実はこうね、みんな誰でもお父さんお母さんがいて、そのお父さんお母さんにもおじいちゃんおばあちゃんってこうつながっていってると思うんですけど、10世代遡ると、1024人みんないるんです。みんなこういろんな人の思いがね、つながって自分っていうのが存在してるから、私って望まれて生まれてきたんだとか、いろんなことをチャレンジしてもできるんだっていう、そのあなたはそのままでいいよみたいなものをこの作品で表したいなと思って作ってみました。見てもらうと、そうだなって気づきがあったり、一歩踏み出してみようと思ったり、なんかそうして帰るときにはなんかちょっと明るくなったり軽くなったりして、新しい変化にチャレンジしていける自分になってもらうような、作品を作っているので、そこへ見てもらえたらなと思ってます。個展で展示された作品はハッピー初回一作さんのインスタグラムでも見ることができます。作品を通して自分の幸せのきっかけとなる言葉を見つけてみてはいかがでしょうか。